皆様こんばんは、金曜日です。今日ちょっとこれ、あの、他の動画を撮ろうと思ってたんですけども、あのー、ヒカキン、ヒカキン氏襲われるっていう動画を見てしまってですね、ほんとちょっと日本の警備について物申したいなと思いましたので、ね、この動画を撮らせていただきました。えー ヒカキンさん、えー、今日なんですけども、8月15日、2022年の15日ね、なんか、そのゲームの大会みたいなイベントに参加してたらしいんですよ。オールスター大運動会みたいなんで。で、そのイベントで、こうま舞台の上に立ってたんですね。なんですけども、なんか、あのー、全く関係ない人がですね、やってきて、のこのこと。で、そのヒカキンさんのマイクを、あのーな、なんて言うんですかね、この、 顔の近くにマイクあるんですよね。あれ、なんていうか、ピンマイクっていうんかな。そういう、まあ、イベントなんてね。そのマイクをなんか奪い取るっていう感じで、こんな感じであの首を絞めるような形でですね、もう,もう近くです。至近距離とかいうレベルじゃなくて、もう触れてます、ヒカキンさんに。まあ、それぐらいに近づいてですね、なんか叫んでたらしいです。この音が。今はちょっとあのニュースで、えー、っと、そう、ニュースで知ったんだよ。ニュースでやっててさ、ヒカキンさんが襲われてて。やっぱ有名な。<laughs> ユーチューバーさん、すごいですね、もうニュースにもなって。で、でもね、あの、いいニュースじゃないよ、こんなん。ね。で、まあ、名前知らないんですけど、まだ逮捕されたとかいうのは情報ないんですけど、まあ、これが逮捕されてる情報あるでしょ。でね、俺が言いたいのは、おいおい、警備会社何しとんねんと。まあ、警備会社の雇ってるか知らないですけどね。こういうイベントってさ、まあ、少なからずさ、もう1万人ぐらい来てるんでしょ。そういうの分かるでしょ。だったら、 何するかわかりますよね、警備いるよね、そりゃ、何らかのその人間やからね、喧嘩とか絶対起こるわけで、で、まあ、あのーうん、警察で対処ってもそうだけどさ、それい以前、誰がそ,それを、えー、っと取り締まるというか、ね抑えるのって話ですよねけ、警察が来る前に、じゃあ、いるでしょ、警備員とか、ねどうなってんの、これ、本当に、この舞台の上まで行けるって、相当ひどいよ。 ね、どその誰がこのイベントの、ね、警備してるかとかいうのは全く知らんけどね、知り合えない情報だかもしれないんだけど、まあ、ニュースでお湯をやっていくのも本当にね、ひどい。もう日本の警備体制を問題視してます、私は。もう不安です、これね、不安なんですよ、本当に。こう有名さんだとかまあ あの芸能人さんとかいるでしょで、その方がさ、みんなの好きな芸能人さんを思,思い浮かべてくださいしこう、こういう不審者によって殺されたら、うんあこれ、これ言ったらさ、なんか、バンされるんかな、動画、なんか、そのあの自殺だとか、殺すだとかいう単語をさ、AI があの動画で汲み取ってさ、発言した瞬間、動画を消すみたいな機能あるのかな。 なんか今ハイテクだからそういう機能ありそう <laughs>。まあちょっとあの言うけど、うん、P, P 以外、ほあのー、有名な YouTuber だと入るかもしれない。俺はまだ有名じゃないので、ね、入れないけど、殺されてどう思います嫌でしょそれも悲しいでしょで警備に対して疑問出ると思うんだよね。で,でぶっちゃけあのこ,のこの話もあの言いたくないんだ、本当は。 でもね、やっぱこういう不審者によってなんか問題が起きる事件が起きてしまうと、やっぱり言わないといけないのかなって思ってしまったので言いますけども、え日本です、ね、日本の話です。これ2022年7月8日もう、もうつい最近1ヶ月前ほどですよね、これ。事件起きたんですよ、こういう不審者によって。あの、一人の、ね、えー、っと、しかも元、 大統,大統領ですよ。元首相が、日本の首相ですよ。日本の,いあの,なんかその選挙のイベントで殺されてしまったんですよ、これ。で、SP もいたのにもかかわらず、こんな状況です。で、後ろ、えー、とこのこれをね、四角のが、なんかその台みたいな感じで。 で、えっ、ー、と、真ん中にいるのが、えっ、ー、と、首相です、ね、日本の元首相です。で、周りに SP はちょっといたんですけども、ほぼほぼ後ろは誰も見てなくて、で、えっ、ー、と、前にいっぱいこの点々がね、えっ、ー、と、観客、てか、お、<laughs> お客さんではないんですけど、街中歩いてきて集まった人ですね。で、この、なんか、その、えっ、ー、と、選挙の応援みたいなんで駆けつけたんですね。元首相なんで。まあ、そんな形なんですけど後ろにですね、 えっと山上だっけっていう男が自作の銃を持ってですね発砲したんですよねもうこれあの本当に一歩間違えればもういろんな人死んでましたよこのたまたま見に来た人でもおかしい話ですけどね <laughs> なんかその,でその銃もね自作で単発一発っていうわけじゃないんですよね <laughs> 一発バーンってすごい音が出て、それにもかかわらず SP は何もせずに、で、二発目撃たしたんですよ。で、えー、っと、一発の弾丸で 6, 6個の弾が飛んでいく自作の銃なんですよ。まあ、散乱銃、とは言えるんかな。もっと散乱銃やったらね、な何十個もちっちゃい弾が飛ぶんですけどね大きい、大きめのサイズの弾が6発1回撃つ。 だけで出るっていう、まあ、仕組みの字をなんか自作しようってんすよ。まあ、それもおかしいけどね。で、こういう殺人事件起きてしまったんですよ。もう1ヶ月前に。わかるよね。まあ、警備ほん、ほにさ、s p 何してんのって俺はね、こういう攻めた動画をしたいなと思ったんだけど、うーん。なんかま、みんながそう、その動画出してるやんか。だから俺出す必要性ちょっとないかなと思ったんよ。<laughs> で、あの、 本当にさ、この人が死んだとかいう動画をね、俺は出したくないわけ。まあみ、みんなだったらさ、広告収入のためにやるかもしれないけど、俺出したくないんだよ、そんなさ、人死んだ動画をネタにしてまで、なんか広告収入とか収益とか絶対得たくないなと思ってるんで、鬼ですけども。で,こでもね、やっぱりね、こういう事件がまた起きてしまったんですよ。今回は何もなかった。 あのヒカキンさんは無傷でしたでもそれって結果論なんですよねたまたまこの,あの言うたら頭のおかしな人ですよが乱入してきてでたまたま無傷で終わっただけなんですよこれってでもしこの人があの包丁とか持ってたらど,どうなってると思いますこの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 場面見てくださいこれねもう,もう腕が首元きちゃってるんですよこれこれをしかも放送 <laughs> 放送するというね。あの、なんか生放送みたいなんで放送してたんですよね。あの、イベントなんでね、やっぱり。ちょっとなん、なんの <laughs>、俺、イベントに疎いんでね、なんのイベントかちょっとあんま分からないんですけど、ゲームのイベントらしいです。で、ヒカキンさんもゲームに集中してたんで、あんまり気づかなかったらしいんですけどね。で、あのー、こういうのってさ、まあ、ヒカキンさん有名ですから、まあ、ドッキリとかって本人もしかしたら思っちゃうかもしれないじゃないですか。 でもね、ドッキリです。これ、こういうイベントでや、もしやるとしたらね、絶対それ許可取るべきなんですよ。今後。今後、その、ね、こんなことが起きないように、じゃあどうすればいいかってね、ドッキリである可能性もあるじゃないですか。だから本人がさ、もう抵抗しないっていう,いう可能性もあるんですよ。で、死んでしまうなんていう可能性。それ、それダメじゃないですか。だから、ドッキリで済ましたらダメなんですよ。ドッキリは。もう、今後は。日本、日本そうなっていくべきなんですドッキリでありますよってね。 最初から言うべきなんですよ。もうそれ、それじゃドッキリじゃないだろってなるんだけども、しゃないやん。安全のためですよ。みんなでさ、世界一安全な国にしようやん、日本。日本正直言って、オワコンですよ。もうオワコンすぎますよ。これから先もね、こう、こういった、あの、不審者によって有名人がね、まあ、傷つく、とかいう事件、起きると思いますよ。ま、様子を、これ本当に <laughs>、 お,お前こんな予想すんなよって感じなんですけど、もう私の予想い言います。もう1ヶ月後にまたこういう、ね、あのー、有名人のが襲われるって絶対あると思う。ねあの、ニュースになるほどのことが。もうこんな予想したくないんですけどもね。この予想を打破してください。日本人さん。もうちょっとね、疎いですよ。平和不足しすぎたんで、もうちょっとグローバルに、世界で、世界目線で思ってくださいね。もう世界では、 あのこんなざる警備はバカだって言われてますよ、日本人。あのアメリカでも、えー、ニューヨークでも、この元首相がやられた事件で、あのみんなあの意見言ってます。日本の警備どうなってるんだって、批判してますよ。帰ってください、ぜひとも。もっと、世界に誇れるような警備体制してください。セキュリティガバガバ甘すぎます。 警備が、ガバガバ警備を許しちゃいけない。ガバガバ警備を許すな。ね。ことなかれ。あの、何もなか、なければ警備なんてしなくてもいいだろうなんていう考えやめてしまえ、そんなの。な。もう、今でも、あの、戦争起きてますやんか。で、えー、っと、世界も治安悪い。日本もどんどん治安悪くなってきてるんだで、ね、これ。そこに気づかないとあかんよ、本当に。 これまあ、視聴者だけに言ってるわけじゃない、本当に日本人全体に言いたいんですけども、も平和僕、しすぎですわ、でこの最近、移民をよこしてるでしょ、日本政府、あれ、バカだなと正直思ってるんですけどね、ベトナム人とか、中国人とか、いっぱいよこしてるでしょ、でそれで何が起きた、ね、窃盗とか、治安悪化してるでしょ、結局そうなるんだって、あの安い人件費で人をよこすなんて、そういう、ね、しょうもないことしてたら。 じゃ、じゃあどうすればいいのって話なんだけど、それはもうか考えろや、あの、政治家が。ね、寝てないで。ちゃんとしてないと、本当に日本終わりますよ。で、あ、この山、まあ、山上事件ですわ、こういうのを、もうあえて言いますけど。ここに、山上だったっけ名前忘れたっけど。もうどうでもいいけど、こんなやつ。こいつもなんかその宗教、韓国の宗教でね、あの、親が韓国に、自分の金を送金しまくって、自己破産して、で、それで、山上は無敵の人になって、 ま、なんか、関係はほぼほぼないんだけども、この元首相も、一応そういうなんかその、統一教会っていう、元、元統一教会っていう名前の宗教はあるんですけどね、そこのイベントで、あの、なんか演説してたらしいです。それで、えっと、この山上は、バカな山上は、この、裏でその政治家が、ま、つな、ま、つながってるんですけど、これも残念ながら。 つながってるだろうっていうことで、なんか、元首相安倍、安倍さんを撃ったらしいです。ね、おかしいでしょ、まあ、こ,こいつもこいつでね、俺、この動画、にわざ,わざわざ批判するけどね、そんなになんか、ね、憎いほど殺したい相手おるんやったらさ、そいつを殺せよって、その周り殺したってね、価値ないと思うんですよ、まあ、いじめられてる方、いると思うんですけども、そ,その方さ、誰を憎んでます親憎んでます 友達憎みます違うと思うんですよね。いじめてる奴を憎めようって。で俺やったらね、そいつぶん殴ると思うんだよね。この、あの、規制されるかもしれないけど、この動画。<laughs> 閲覧注意になるかもしれないんだけ,だけどね。俺がもしね、いじめられたらもう許さないよ。で、俺の子供がいたとして、いじめてきよったら、そいつの親も許さねえよ、俺や。俺やったらね。でそれが妥当だと思うんですよ。まあ、あの、 会社、まあ、つまり学校を許さないっていうのも分かるんだけども、まずはやったやつとは思うんだよね。で関係ないじゃん、あんまりね。ねその宗教の、えー、と階層あの作った人である韓国人を、まあ、倒せばよかったんだけども、な,なかなかまあこういう機会ないと思うけどね、こうばったり会うみたいな。イベントとかで行かないとね、その宗教のさ、えー 階層に出会うなんてことないと思うんだけどそいつをやるよと俺は思うんだよねこの動画で言わせてもらうけど本当バカなんじゃないかなって思います。なんか用,用語できないんですよねで結構金あるんですよこいつってだからなんか無敵の人じゃないなってあそうそうあの他の動画でね俺はね無敵の人についての動画をあげようとは思ってるんですけどあんまりやる気が出なくてねまあ、いつかあげると思いますんであのご期待ください 本当にね、もう SP もい、れなんか何やってんの俺が一番怒りを感じてんのはこの SP なんよ。正直 SP 無能すぎんのよ。ねみんな、あの、その、が集まってるとこだけ見て、後ろ本当にガバガバで、まあ壁がないところでさ、イベント開くっていうの、俺はもう、ちょっとどうかなあ、多分おかしいんじゃねって思ってんだよ。海外で絶対こんなことしねえからね。海外だったらね、後ろこれね、壁なんだよ、これ。壁。ね そしたら後ろ警戒する必要ねえから。日本もこうやっていくべきなんだよね。で、あの、実際この大統領が襲撃されてる事件あるでしょもうだいぶ前だけど、そのアメリカの、あんまりこの人が死ぬことに対して言いたくないんだけどさ。ね、あるのに、なんでこう、何もできないで、元大統領だから、SP 少なくていいやみたいな意見もあると思うんですけど、それおかしいと思ってるんですよ。 そんなことなくないで、これもイベントじゃないですか。人いっぱい集まってわかるでしょこれ。選挙のやつで。で、選挙、そうなんだけどさ、それは警備いるよねって。この選挙する人に対する、あの、批判する人いると思うんだよね。で、わざわざやってきてなんかあの、やじ暴言だとか、ね、もしかしたら暴力振る可能性だってあるんだから警備しときなさいよって私は思うんですけどね。おかしいですかこれ。 そんななに税金払うっていや、それはね、おかしいと思うよ。日本のね、政治の話ですよ、これ、あの、選挙、もう本当に政治の話ね、全然したくないんだけど、もっと楽しいことを話したいんだけど、あまりにもひどいなと思って、もう動画に出しました。たとえ選挙だろうがね、いるって、そりゃ、警備は。ね、結局、それ選挙で、そのな、なんかになって、で、結局は、もしかしたらさ、大統領になるかもしれない人なんだよ。そりゃ、警備いるって。 でなんか、あの、あるでしょ、日本でも、だいぶ昔なんだけどさ、あれ、なんて言うんだろうああいう人ら、えっ、ー、と、まあ、左翼、右翼だとか、なんか、あるでしょ、学生運動だとかで、そこから上がってきて、その、えっ、ー、と、ぼボード隊、なんて言うんかな、なんかそういう組織になっていった人いるでしょ、今でも。中核派って言うんかな。で、それで指名手配されてるでしょ、今でも。 今、今もう死んでるかもしれないっていうい昔の人ね。で、昔のままでね、こういう歴史って終わらせちゃダメだと思うんですよ。学ぶべきなんですよ。なんかその、拉致事件だとか、そうそう、あの、オウムの話もそうなんだけど、あのー、弁護士を襲われたりしてますよね。で、実際にその、地下鉄サリン事件起きてますよね。あんなに二度と起こすべきではないと思うし、みんな起こすべきだと思ってます思わないよね、そりゃ。無差別テロ。嫌だよね。 じゃあどうするかって言ったらわかるでしょ警備の許可だろなそれが本当にできてないわ、今の日本は。クソだよ、あえて言うけど。こうあの、<laughs> その、私だから、今だから言えることですよ。こう、いっぱい登録者がいてる中で、こんなに、あり、あいつはクソだとかなかなか言うとさ、もう YouTube はバンしたり、その、 いろいろあると思います。別に俺はね、登録者減ろうが、本当のことは言うからね、厳しめに。それが俺だからね。このスタンスを決して言ってしまえば、もうそれは俺がいなくなった死んだと同じだと思ってるんで、できるだけ、あの、本当のことを包み隠さず、俺は言いたいと思います。ただ、まああの、バンされるようなことは、あまり言わないようにしますよ。それは、ね、あの、いいことではないし、あまりにも言いすぎっていうのは、それは、あの、 視聴者の心もね、傷つけると思うのでね。それなりには抑えて、抑えて、これでも抑えて言いますけども。本当にひどいです。でやばい人が素通りできる、簡単にこうやってね、有名人に触れられるような、甘い、甘い世の中を私は潰すべきだと思っています。本当に今治安、日本の,の治安、悪化してますよ、これ。みんな気づいてね。 気づいてね。もうこの頃から気づくべきだと思うけどね。で、コロナでみんなね、あの疲れてるんですよ。コロナ疲れですよ。で、あの、なんかストレスが発散する場所がね、減ってきて、それ大会とか減ってるじゃないですか。あの、えっ、ー、と、花火の大会とかも減って、楽しいことが減ってきて、 みんな、イライラしてる中で、で、あの、物価も上がってきて、戦争も起きて、もう、嫌なことばっかりや !2022 年。な俺も思ってるんや俺も被害者なんや。無敵の人になるんや。誰、誰だってな、無敵の人になる、慣れてしまうんや、これ。そんな世の中でも、ね、許したらあかん。こう、簡単に悪いことができる世の中許したらあかん。みんなで努力してさ、 変えていこうよ、まあ、難しいと思うけど、結局さ、そのトップを動かすのには民衆、民衆なんや。まあそうあるべきなんやけど。でもそれがね、最近さ、そのお金で動いてるんだな、結局は。まあ安倍さんもどうだったか知らないけど、亡くなった人をさ、俺は責めるっていう気持ちにはなれないですね。で、実際のところで言うと、統一教会っていう、 韓国にお金を送るだけの本当にクソみたいな宗教があるんですけども、その宗教はね、韓国製なのにね、韓国人にも嫌われてるんですよ。<laughs> それはそれはあの、まあ、内容、あの、調べてみたらわかるけど <laughs>、ちょっとね、ない、ない、あの、母国人にも嫌われる宗教なんですよ。<laughs> 統一協会っていう。なんか、平和なんとか連合みたいに語っていくあんな、 ね金で平和なんてクソですからね。本当に平和を求めるんだったら人か金なんて奪わねえからな。俺も宗教作りたいな。人から金奪わないような幸せな宗教。なまあ、政治も宗教みたいなもんやけどね。政治と宗教は分けるべきですからね。分けられへんからこういうことが起きるんですよ。今後もね、分けられてないとこういうことが起きますからね。もちろんですけども。で、その統一協会、本当にね、 滅ぼすべきだけどね。なんで誰も動かないんだで、実は、政治家もね、ほとんどの政治家もね、統一教育に金送ってるんですよ。ゴミだね。ゴミみたいな国だね、これ。本当に言うけど。まあ、あえてこの動画でね、発散させてもらうけど、ゴミみたいな国だね。ツイッターでこれ、これ言うともしかしたらねあの、過激派のバカな、あの、ツイ、ツイッター主がさ、俺のツイッターをブロックする、 したいために、なんか赤番したいために通報すると思うけど、もう、なかなかね、発言自由に言えないのは難しいね。事実を言ってるだけなんだよね。事実を言ってるだけなんで。なんかね、そのニュース、ニュース局も、新聞社も <laughs>、これ本当にやばいんだけど、ど、ど、どこも、あの雑誌も、テレビ局も、あの、えっ、ー、と、もしかしたら郵便局も、 もうお分こんでね、だよね。すべてのメディアが統一協会と関わりあるんですよ。なんだこの国やってらんねえよ、本当に。みんな韓国に金を送金したがってんだよ。売国止め。日本から出てけ、本当に。うん、本当におめえの血は何色だっていうぐらいね。ゆる、許されないですよ。裏切り、この裏切るもんがあって、もう俺は言いたい。あの、おふざけあんまりしたくないんだけどね。 なんかその、鉄、鋼の巨人みたいなアニメあるじゃないですか。鋼の巨人進撃の巨人か。あれ、ちょ、ちょっとネタバレになるけど、なんかその、えっ、ー、と、みんなで巨人を倒そうっていうので、裏切り者がいてですね、そっから、あの、そいつが巨人になるんですよね。まあ、そういう感じですよ。日本人じゃねえよ、もう。在日ですらねえよ。裏切り者だよ、こんなもん。な、日本人語っててさ、 あの、裏で韓国に送金してるやつとお前友達になれますこれ。なれますあなたこれ。この動画見てる方。きっと皆さん優しい方でまともな方だと思うんですけれども。なれるかそんな気色の悪いやつをよ、ね。ね裏で韓国応援してるような気色の悪いやつ応援できるかもう俺だったらね、絶好ですね。そんなやつとは、もし友達でおったらね。ぜ、絶、絶縁しますね。 ありえんですわしかも韓国、敵国ですよ、韓国は。韓国は敵国ですよ。みんな気づいてくだ,くださいね。歴史見てくださいね。敵ですよ、あんなもん。あえてこの動画で強く言うけど、あのタイトルにすると、結局なんかあの過激派の人が再生回,回数10回ぐらいでめちゃくちゃ少ないんですけども、日々ね、そういうやつでしょうまい暇人だから検索して、えー、そういう動画をあの通報して、で アカウントを赤バしようとしてくるんで、ま、してくるんですよ、本当に。本当にそういう暇人おるからね。私はそういう暇人をね、あの常に注意してるんでね、なかなかその、大きいことまでは、そのタイトルにまでは書かないけど、動画をわざわざ見てくださった、最後まで見てくださった方にはわざわざ言いますけど、韓国という国は日本の敵国ですからね。 わざわざ言うけど。私は別に愛国者ではありません。日本愛してない。もしも日本愛してたらこんなお若者んやるとは言わないと思う。あのさ、愛国者おるやんか。あのー、その、俺ね、ツイッターでも結構割と過激なこと言ってるんですよ。なんで過激かっていうと、過激なことを言うかっていうと、やっぱり気づいてほしいから。日本、平和ボケした日本人に目覚ましてほしいから。別に私は愛国者でもないけど。でもね、そんな中でその、そ日本の、 あの太陽のさ光線が出てる旗掲げてるあれ日照旗っていうんかな日照旗じゃないわあの曲実記っていうまあそのね分かりやすい右翼だろうか左翼だろうがこういうこういうな目立ちたがり屋が車に貼ってるような旗あるんですけどねあれ戦争で使われてあの韓国がなんか この旗二度と使わないでって言って、日本人がわかりま、はいわかりました言って使わなくなった旗なんですけども、それもどうかと思うんですけども、クソで、クソ大好よね。そんな簡単に。あの、許 <laughs> しちゃって。なんかハーケンクロイツみたいな、あの、意味合いでなってるんですね。韓国では。<laughs> バカバカしいわ、こんなもん。マー結局はマークでしかないんやから。で、そんな奴らがおるんですよ、ツイッターで。 こ,こういうのをアイコンにしてる気色悪いやつが、正直言うけど、気色悪いやつですよ。なんかツイートしてる内容も本当に気色悪くて、こんなやつとは友達になりたくないし、なれ,なれそうにないなっていうやつがで。そういうやつがね、なんかシュ,シュバ,バババーって <laughs>、いわゆる、しゅた、しゅたってきてくるんですよね。なんかその、えー、っと、私がその自衛隊に対して批判すると、こういうやつがしゅたってきて、あのー、なんか、えー、っと、 自衛隊は頑張ってます。あ、あなたは何様ですかみたいな感じに来てくるんですけども。いや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 。本当に、本当にな、日本を愛してるんだったら、あ、あそう、自衛隊を俺批判した理由がな、あのー、ま、えー、っと、トラック、トラック、えー、っと、その、戦車ではないんですけども、自衛隊で使うようなトラックが、あの、日本の普通の、へ、道、あの、川の近くの土手で、コローンって転がったんですよね。<laughs> すごいダサい話であ。あ、もしかしたら、もうちょ、ちょっと間違ってた。あのね、あの、俺、ほんと自衛隊とか興味なくて、クソほど興味なくて、戦争には。戦争とかクソくらいって思ってるんですけども、なんかその、えっと、えー、戦車ではないんですけど、戦車みたいな。 車です。このあのー、戦車とかに興味ある方だと、あの、下ってきて私の動画のコメントに、それ戦車じゃないですよって突っ込み入れると思うんですけどあの、この写真があったらね、写真があってこれが戦車でって言って、それ戦車じゃないよって言うと思うんですけど <laughs> まだが画像、画像も何にもない動画なんでね、言ってこないと思うんですが、あのー、まあ、そういうね、要は軍事、えっ、ー、と軍事、軍事車両なんですよね。 ごめんね、発音悪くて。その軍事車両が、コローンってなっててね。あの、見向きが取れなかったね。で、俺は批判したんですよ、これを。いや、こんな車両で、お前戦えんのかと。本当に自衛隊、そんなんで語れないぞと、いうような内容で言ったんですよ。そしたら、このね、左翼右翼が下ってきて、じゃあお前日本から出てけよ、みたいな感じになったんですけどいやいやいやだってさ、こんな、じゃあ、お前に言うけど、こんなコローンって転がってる、 あの、自衛隊車両で戦えますかこんな。ね。実際の戦、戦争で。こんな情けない格好、無様な格好を晒して、戦えるかってんだ。戦争見てこいよ。なんか戦えるわけないじゃねえか。ね。だから俺はね、わざ、わざ,わざ批判して、もっといいようになるよっていう意味で、激励で、俺はコメントしてるんですよ。わざわざ激励でコメントしてますみたいな。ね。あの、言わせんな恥ずかしいみたいなコメントは私はしないけど。 まあ、どう捉えてくれても、それは仕方ないと思います。悪く捉えてくれても、あ、この人は激励で言ってるんだって捉えてくれても、それは仕方ないです。そう書いてないからね。まあ、あの、えっ、ー、と、その、ネットでのコメントってそうなりますよね。まあ、意見の食い違いみたいな、ちょっとした食い違いみたいな。実際の語るのとは、やっぱり、えっ、ー、と、情報量が少ないんで、この人はどういう意味で言ってんだろうかっていうのを深読みしないと分かんない時ってあるからね。まあ、 それはわかります。あの、食い違いで、えっ、ー、と、揉め事になるっていうのは一番こう、その、えっ、ー、と、アカウント、ネットでのコメントで、あの、争いになるっていうのはわかるんですけどもね。うん。なんか、困ったなって。まあ、わざわざ書けよって話なんだけど、俺はね、書く気になれないなって、ちょっと思います。まあ、ただあ、あの、あんまりにも争いになるような内容だと思った時にはちゃんと書くけどね。私はどっち派の意見ですと。わざわざ書きますよ。厳しい。 厳しいのでこれでも自分で言うのはなんですけどもはいというわけでございます緊急でわざわざと言います他本当にね何の動画撮ろうと思ったんだけど酒,酒の動画撮ろうと思ってたんだけどヒカキンの襲われたっていう動画も <laughs> ヒカキンさんを襲われたのと思っちゃって俺別にヒカキンそんなにねあのそんなになんですけどもうでもね日本のトップ YouTuber として頑張っていただきたいなと思ってるんです、まあ、トップは あの再生回数のトップはもしかしたら違うと思うんですけども私の中でヒカキンさんはトップなんでであとはじめ社長さんかねやっぱりそんな方がさあの,の YouTube 界を引っ張ってきた方がねあのこういうこういう形で怪我されたりすると私は本当にあの怒るんで ありえないと思ってるんで。で、今後なってほしくないと思ってるので、わざわざ動画にして出させていただきました。ご視聴ありがとうございます。もうこれ以上語ると長くなっちゃうんでね。お、ここで終わります。もう本当に、あの、甘い、この性善説で成り立つ世の中を壊せ。性 <laughs> 善説で思うな、本当の。何事もできると思う、思うなよ、本当に。 こういうイベントだからこそ警備を許可するべきです。みんないい人が来てくれるだろうなーで済ませる世の中にはなってきませんよ。これからね、黒人も白人もいっぱい日本に来ると思うんで。ぜひとも、ね、えー、っと、警備に金をかけてください。本当にお願いします。本当にお願いします。もうね、言いたくないけど、やっぱり、ね、脳裏に来てるんですよね。この、あの、有名なユーチューバーが、 あの、ニュースでさ、あの、嫌な事件が起きましたっていうのが、次に、次の1ヶ月にもしかしたら来るかもしれないって脳裏に来てんだよ、俺は。やめていただきたい。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。金曜日